アロハ、皆さんこんにちは。アロハナクラブのあゆこです。今日は高級ステーキハウスでお得にステーキが食べられるメニューをご紹介したいと思います。で、今日一緒にお店に行っていただく方をご紹介します。こちらの方です。じゃーん、アロハアロハカンです。カンさんです。アロハナクラブでツアーガイドやってるカンさんです。イエーイ、今日お願いします。お願いします。おいしいお肉食べましょう。食べちゃうぞちょっとね、あの笑いありで行きましょう。行きます。はい、では早速行きたいと思います。レッツゴー。で、今日ご紹介するお店が以前にもちょっとねご紹介したお店なんですけど、そこが少しメニューが変わったので、ちょっと新しくアップデートしようかなと思います。で、行くのがこちらです。ルスズクリス。はい、カンさん行ったことある？ないです。あ、本当？初めて、はい、初めてです。あ、いいね。じゃあ、はい、じゃあちょっとすごく楽しみ。いいね、いいね、はい、ちょっと私もどんな感じになったか、あの楽しみなので、はい、今から行きたいと思います。じゃあ行きましょう。いい。ステーキシュリンプだと$68で、ステーキロブスターだと78なんだ。で、サラダ2種類、スープ1種類の中から1個選んで、で、サイドをクリームスピナッチかガーリックマッシュポテト、ライスも選べれるんですね、これ多分。で、デザートも選べるのかなっていう感じ。すごいよ、これ見て。めっちゃじゃーん。この大きさわかるかな？わかる？これじゃーん。こっちがハウスサラダで、こっちがシーザーサラダです。よし、ちょっとじゃあシェアしながら食べようか。いただきます。シーザーサラダ、チーズかかってて、サラダで食うとお腹いっぱいになっちゃいそう、ね。ご飯入ってるね、これ。これご飯？ね。ご飯入ってる。パンもあります。あ、本当だ。パンにつけてもいいですね。あ、それいいかもしれない。
ひ、なんか、うん、癖とかないし、そんなね、美味しい。すごい、なんかいろんなもの入ってる。ね、そう、でもどんななんて言われたらなんて言うんだろう、これちょっとスパイシーで、うん、でもこれそうか、シーフードガンゴだからすごいシーフードの海鮮エキスがすごい、ね、やっぱり、うん、おいしいですこれガンゴおいしいね、おいしいね、うん、なんか癖になるこれ、うんうん、家では作れないけどないですね。This is a me. ハツミ箱なんだ。ダメね、触ったらダメね。OK。って言って触っちゃうんだよね。ミディアム。ミディアムレア。これエビとフィレステーキ。ミディアム。どうですか。そう、ミディアムレア。ではいただきます。まずはじゃあお肉、ちょっと熱いよ。持ったら熱いよ。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 何やってんの、もう本当に。こちらです。いただきます。持っちゃうんだよね。言われててもさ、分かってるのに触っちゃうんだよ。何なっちゃう。柔らかい。フィレだから、エビからいきます。エビちゃんいきまーす。エビちゃん。こっちでも触ってる。やめて。ベンジラ。間違えちゃった。エビプリプリ。うん、お肉。うん。フィレはね、ブルースズが私一番好き。おいしい、めっちゃ若い、おいしいですね、おいしい。お肉の量は6オンス、うん、だからちょうどいいよね、うん、エビかロブスターの6オンスのお肉で、はい、まあ、男性でめっちゃ食べる人だとちょっとね少ないかもしれないから、いや全然プロプロでいいと思う、ちょうどいいです。これはうん、ん、全部食べてしまいそうなので先にあのとりあえず紹介してからお食べになりませんか。すいません、あの食いしん坊2人なのでどうしても紹介が後になります。食べるのに先にこちらのすごい。口いっぱい入れちゃった。本当に紹介が。じゃあこっちね。はい。これがマッシュポテト。これ大好き。食べて、ね、食べて。はいはいはい。入れるとこね。ありがとうございます。全部なくなってからなんか紹介するの、ね、だよね、サイズだけね、はい、紹介してもらえるので、ね、これがクリームスピナッチ、サイドも多いよね、多い、だってすごく多い、一人前だよこれ。すごいですよね。すごい、はい、もうお肉このサイズでちょうどちょうどいいよね、うん、サラダもいっぱいあるしサイドも多いし、おいしい。マッシュポテト。うん。おいしい。あ、マッシュポテト。本当おいしい。おいしい。本当おいしい。クリームスピナッチ。なんて贅沢これ。おいしい。
どうした？ちょっと先にいただいていいですか？行っちゃってください。どうなってるの？もう綺麗にあれなんだ、切ってあるんだ。上にちゃんと切って切ってね、乗せてもらってね。いかがでしょう？プリプリ。乗せましょうか。最後だけ繋がってるんじゃない？このままに。はい、ありがとうございます。はい、ガラス。繋がってた。わーい。ちょっともらっていい？はい、食べてください。1個もらいます。取ってください。本当プリプリです。エビも美味しい。美味しいね。エビ好きな人多いよ。多い。エビは多い。特に女性は。エビすごく多い。ブレッドプリングです。あと先に紹介しよう、ね、はい、バニラアイスクリームと、これ何ソルベだろう。ラズベリーソルベ。いただきます。もうちょっと先に、はい、ブレッドプリング、はい、湯気が出てる。え、本当に？うん。アップアップ。すごい、あの、ちょっとアルコール？あの、ブランデー？ブランデー？ブランデーの、なんか、ブランデー、ブランデーが入っているから、大人の味。美味しいね。美味しい。暑い。暑いよね。普通のバニラ。美味しいバニラアイスクリーム。アイスはアイスね。あ、さっぱりラズベリー。美味しいです。何ラアイス？コメントしよう。何がいいの？あのアイスクリームです。何ラアイス？これすごい大人の味だね。本当。すごい弾力があるね。あ、さっぱり。美味しい。美味しい。お口直しに。これね、さっぱりで。さっぱりですごく美味しい。これは本当ちょっとアルコールが入ってるんで。ね、アルコール本当にね、私にはダメだけど、これぐらいだったら大丈夫だけど。うん、すごいふわっとふわっとね。ブランデーの味が。はい、ということでどうでしたでしょうか。美味しかったです ね、 デザートまで最高でしたよ ね、 ね、もう量もちょうどよくて、はい、そう、本当チップ入れても1人100ドル以下でこんな美味しいステーキとでロブスター、まあ、かエビかを食べられるって、はい、お得だよね。やっぱりこれはないと思います。そう、ぜひぜひ食べてほしいですね。そう、なんかまず結構量が多いところも多いじゃん。でもそう、だから本当にちょうどいい量でお値打ちにこんな美味しいステーキが食べられますので、ぜひぜひ皆さんも。はい、ルース作りです。今日はここホノルル店って言ってちょっとダウンタウンに近いところに来てるんですけど、ルース作りです。ワイキキにもありますので、はい、ビーチウォークのところ、ね、はい、にあるので、ぜひ予約して、で時間は4時から6時です。4時から6時です。はい、
なので、その時間にぜひ予約をして、皆さんも来てみてください。ステーキいただいてください今日の動画役に立ったよと思ったらぜひいいねボタンよろしくお願いします。チャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。アロハ。